メリカのアケダクト競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スパイバージョン5スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。タケデンファイター前に行きそうです。ソロトワイニング、それに続いています。さらにはスパイバージョン1番カリミアンヒル、その後ろルミアーノ、どうやら後方からの競馬。先頭に戻りましょう。ソロトワイニング先手を取りました。その外からハイブレンドドーン、その外にタケデンファイター、その隣にブロリアキネマ、その外にインドシップ赤の帽子、プライムシャーク、その後ろすぐ隣にシグナルエリコー。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。スパイバージョンハイブレンドドーン、ほとんど差がありません。タケデンファイター3番手ミスター当人、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はハイブレンドドーン、力はソロトワイニング。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったソロトワイニング、ハードマニア抜けた。クミアノ、クミアノ、クミアノ1着、2着にはどうやらフライムシャーク、勝ったのはクミアノ、見事な勝利です。先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾サツキ賞。最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。さあ最後は大外枠の東海帝王、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな流れはありませんでした。先行争い何が行くでしょうか。ビュークコロネット前に行きそうです。ベストカラット、それに続いています。さらにはオートリーイレブン、6番ストロングカイザー、その後ろマネパワー、後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはネイハイビクトリー、その外にデュークコロネット、その隣にオートリブロー、内からはベストカラット、オレンジの帽子成田力、その後ろ内からはストロングカイザー。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。一番人気の東海帝王、現在馬群の中ほどにつけています。では前の方から見てみましょう。ネイハイビクトリー先手を取りました。これに続いてベストカラット、その隣にデュークコロネット、並んで14番オートリブロー、 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはネイハイビクトリー、さあ先頭はまだ3番ネイハイビクトリー、2番手はデュークコロネット、ストロングカイザー、3番手東海帝王、ぐんぐんと差を詰めてくる。後続も追い上げていきます。さあ先頭はネイハイビクトリー、なんでデュークコロネット、4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのは東海帝王、あと 200m、 後続は遥か後方、後続は大きく離れた。2番手は吹雪舞神楽、完璧です。圧倒的な強さを見せました東海帝王。1着、2着は吹雪舞神楽、東海帝王素晴らしいパフォーマンス、格の違いを見せつけました。